堺良久氏は、では庄内藩が老、堺良明の長男。良明虎野心、元服して吉や、慶応三年に家督を継いでから、不祖代々の通称である現場。吉野城を襲名した。意名は、良久氏。字は、白通である。母親戦争において、庄内藩二番大隊、大隊長。明治維新後、大泉県三次。 母親戦争において、庄内藩二番大隊を指揮し、秋田方面の戦いで、連戦連勝の活躍を遂げ、新政府軍から鬼現場と呼ばれ、恐れられた名称として知られている。弟には、将来ガキの生みの親として、有名な堺上領と、諸夏の黒崎剣道がいる。母親戦争において、東北諸藩は奥越列藩同盟を結んで、新政府軍と戦ったが、 庄内藩は、藍津藩、仙台藩、米沢藩と共にその中心となる藩の一つであった。庄内軍は当初、白川方面を救援する予定で準備を進めていたが、久保田藩や新城藩など、秋田方面諸藩が新政府側に寝返ったため、白川救援のために移動していた約900人の部隊が、急遽船形で合流し、新城城を攻めることとなった。この 北と七世を逆さに敗した、破軍世紀の軍旗を掲げた庄内藩二番大隊を指揮していたのが、26歳の坂井良久氏であった。数に勝る、新政府軍、新城藩の連合軍に対して、数に劣る庄内藩は、最新兵器と巧みな戦術で反撃した。新城藩兵は強力な庄内藩兵を前にセミを喪失し、新城城から脱走したという。 新城攻略後、久保田藩領内に北進し幾多の戦闘を繰り返し、横手城を陥落させ、角間川の戦いで大将を挙げると、わずかに勝つきたらずで、久保田城の目前にまで進軍した。久保田城攻略の準備を進めている最中、同盟軍の米沢藩、仙台藩が降伏し、城内藩領内にも敵が出没するという情勢を受け、 将内藩の部隊は一斉に撤退を開始した。これを知った、新政府軍は、秋田方面の兵力を増強し、追撃に回ったが、両久氏の見事な采配により、一進一退の攻防を繰り返しながら、退却を進め、将内藩兵はほとんど犠牲者を出さずに撤退を完了させた。ありがとうございます。